当時のね、デモテープがあるんだよ。え、聞いた。あるよ今。え、聞きたい。ちょっと俺の携帯。お腹の中にいた時に、うん、ヒップホップがずっと流れてる環境で育った。ちぎれて連絡来て言ったよなみたいに言われて、いやちょっと待って落ち着いてようか。入れてるタトゥーの意味お伺いしてもいいですか。はい、多分うち一番最初に入れたのがこれなんですよ。かわいい。なんでこれにしたかちょっとわかんないんですけど、まあ、最初のタトゥーなんて多分そんなもんかなって思うんですけど、なんかロケットと惑星みたいのを入れて、これはあの、かわいい、パワーパフガールズ好きなんですか。好きですね。ちっちゃい頃超大好きで、なんか忘れられなくて入れちゃったっていう。いつも目に入る場所だから元気になりそうですね。すごいこれは気に入って。これはなんか金星のマークとして入れたんですけど、まあ、女性のマークにもなってるかなっていう。これは流体文字っていう、なんか昔の人間が使っていたとされているなんか神代文字っていう古代の文字があるんです。その字で遠藤になってフルネームを彫ってる。全く解読不可能なんですけど。カラーインクだね。そうなんですよ。このターコイズが私一番好きな色で、爪とかもかわいい。そうなんですけど、あれですね、マントラ、うんうんうん、オンマイザレイヤソワカって書いてあるんですけど、これは弥勒菩薩っていう神様の神言を、私がすごい興味がある神様の神言を入れた。腕ですか基本的に。腕と肩とかしか入ってないんで、全然ここだけですね今は。ご自身のご病気について、はいはい、なんかお話しいただければなと思うんですけど。僕小学校3年ぐらい、はい、3年生ぐらいですかね、はい、ここがあの白くなるこの白斑という病気を患いまして、最初、はい、この白くなるとも思ってなかったし、はい、少しずつかぶれて行く感じだったかなっていう。もう最初病院行ってたんですけど、なんか別に治さなくていいやってふと思った時に、はい、病院に行くのもうやめてしまって、はいはい、そこからまあこのまま現代まで来たっていう感じですね。やっぱり小学校だとどうしたのって聞いてくる人も多かったし、なんて言えばいいのかなっていうのはずっと思ってましたけど、まあ、大人になったらもうあんまり聞いてくる、まあ、もちろん認知されてきて、はい、まあ、伊藤博樹は目が白いみたいな、はいはいはい、感じで別に今まで過ごしてますね。なんかその当時もう病院に行かなくていいなって思ったなんかきっかけみたいなのってあるんですか。いや、ただ平気だなみたいな。ただ面倒くさかったじゃないですかね本当に。なるほど、はい、ちょっとそこの何ですかきっかけがはっきり覚えてないですけど、病院に3回4回ぐらい行って、はい、で、まあ、どうなっていくか分かんなかったにもかかわらず辞めてしまったんで、はい、まあ、そこからもう本当に1回も行くことなく、大人になってからなんか例えば東京に来てその知り合いの方とかに、はい、治すって言われたこともありますけど、はい、いやいいって言って、まあ、別にそんなね、はい、別に恥ずかしいとも思ってないし、はい、このままありのままいけばいいかなっていうふうに思ってます、ね。うん、確かにもう今の姿がもう伊藤博樹としてやっぱり世界に伝わってくると思いますし、そうですね、2年前ぐらいに地元ですき焼きを食べに行ったお店の方の息子さんが、目じゃないんですけどここの髪の毛が白くなってしまってる、その子が僕に対してなんかその本当にまあアイドル的な存在っていうことを言ってくれたんで、はい、まあ、そういったなんていうんですか、自分がこう活躍することによって そういった同じ病気を患っている方々を元気にだったり、まあ、夢や希望を与えられる存在でありたいなっていうふうな思いは今ありますね。ぶっちゃけ年収いくらですか、福沢諭吉何枚持ってるということなんですけれども、いや確かに、まあでもこれ結構いろんな人に言われるんですよ、からかわれて、お前ら諭吉とメリメンだろみたいな。コメントでも来るし、来るしね結論から言うと手元に来る金っていうのはあんまないっす、ぶっちゃけ。つうのもどんどん今自分たち個人でやってるんで、
あの足を止めれないんですよね、うんうんうん、そうだからどん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 次に次にっつってその制作費だったりとかも全部自分たちで出してるんで、うんうんうん、まあ、投資じゃないですけど、なるほどなるほど、そっちの方に今お金を使ってるんで、そんなそんなっすね、いやマジでやっぱふざけんなよマジで、お金って大事なんでやっぱあの福沢諭吉中大事にしないと遊んでくれないんで、ちょそこはやっぱり自分たちの考えの感じでやらせていただけたらなって、まあ、メイクマニーしたらファンの皆さんのために次の企画にこう投資してるっていう、まあ、なんて素晴らしいんでしょう。よく言ってくださったぞ。そうですよ普通に。やっぱりこう今普通に来たお金をそのまま使うのってちょ怖い、ビビリなんで基本的に。やっぱりどん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 こう次に次にじゃないですけど、うんうんうん、そうやってやっていかないとダメだなって思っちゃうっすね。なるほどなるほど。壊れちゃった。いやと思うじゃん、と思う。言ってるですけど、MV 見てくださいました？もちろんです。最初、こうやって3人で酔っ払って歩いてるじゃないですか、二日酔いで。で、金ねえな、みたいな。うんうん、え、ほんとあんな感じですかね、全然。全然。で、それで、1億円あったらいいなって、夢の中であれで起きたらねえじゃん。だから俺はまだ上に行くべきなんですよ。うんうん、俺は上に行く途中だから、まあ、あれは今後なる未来。そう、こうなるから、待っとけよっていう。あれは、俺らなりの、はその言い回しなんですよね。なるほどなるほど。次はじゃあネクストステップで渋沢栄一さんで、あの次の曲をぜひ。そうですね。じゃあ渋沢栄一の時は多分あの映像と歌詞がそのまま本当にで、 MV は夢落ちじゃなくなってる。おー、そうなってるのがあの MV の意味ですから。なんかね、当時のね、デモテープがあるんだよ。え？キングギドラ始める前に、うん、DJ オアシスと俺2人組だったの。うんうん、オアが DJ で俺がラッパーっていう2人組、うん、ポジティブバイブっていうやつだったけど、はいはいはい、でその時は英語でやってて、アフリカイスラムってさ、うん、IST の、はい、まあ、プロデューサー、うん、日本に来た時にデモテープ渡してたりしてて、うん、でそのデモテープがね、たまたまあったの。うわ、当時間に入ってた DJ キャッシュとか、うん、カーティス・ハーモンとかその辺の連中と久しぶりに会ったら、お前家からこれ出てきたぞって言われて、やばで、おおってなって、それを一応あのカセットテープだったから、うん、あのファイルにしたりとかして。え、それどこも流れてないの？たまにね、ふざけて俺レップでかけたりもするんだけど。あるよ今。え、聞きたい。ちょっと俺の携帯携帯誰かお願いしていいですか？全然聞いてない。まあ稚拙ですよ、10代ですからね、うん、自分も。じゃあこれいきましょう、はい、聞こえるかな。これはビートも俺が作ってる。うん、あ、ちょっと覚えてるな、リリック。これはね、20歳で俺は子供ができて、うん、子供を育てるために一回ちょっとヒップホップの夢を諦めたっていう歌なんです。I got shot by a hip hop at age of 12. I was playing it non-stop. Listen to same tape over and over. It was my four-leaf clover. Ain't nobody taught me New York culture. Brought me overseas to Tokyo to rock me. And I got fiend for whole life a teen. Now I'm 20, but I'm still into it. Then I knew it, it's my lifestyle. Nothing could change before I got my own child. Then I felt that I have to earn my family, wife and kid in front of me. Cause that's the only way to survive. Right after we made the positive vibe. あと忘れちゃった。え、すごっ。はい、トラックかっこよ。いいよ。現在のね、フリースタイルブームと、うん、こう過去の90年代の頃のフリースタイルブームっていう、うん、こう、まあ、ブームっていうかそうね、フリースタイルのこの変化って、うん、どう思う？全然違う。多分ね、94、5年ぐらいまではね、うん、日本で即興でラップできるやつなんか一人もいなかったんだよ。だけどアメリカではいっぱいいるじゃん、みんな即興でやってんじゃん。うん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 、悔しいわけだよ。そこまでできるようになんないと日本語ラップは完成しないなと思ってたの当時。なるほど。だから俺は当時だと例えば
宇治だったりライムヘッドだったり、まあ、UBG の面々でとにかくフリースタイル練習しまくってたし、他にやってたのは FG、はい、ライムスター周りもみんなやってて、うん、うちらの周りで言ったらライムヘッドが一番初めにすげえ上手くなって、で FG で言ったらメロイエロの金ちゃんが上手くなってみたいな。それまでのね、うん、間はねフリースタイルって言ったら自分の持ちネタをバストする、うんうんうん、持ちネタをラップすることがフリースタイルだった、うんうんうん、だからちょっとレゲエの感じ、ちょっとそれに近いかな、ね、近いね、うん、あのラバダブの感じにちょっと近いっていうか、だから例えば新しいリリックが出来上がると、うん、出来上がってこうみんながいるところに遊びに行ったりするじゃん、うん、で誰かがいる、あハブがいる、ちょっと新しいバース聴いてくんねー、うん、歌丸聴いてくんねーつって耳元でこんなバース作ったぜつって、うん、おーみたいな、お互い恐れをやり合う、うん、それがまあ初めの俺たちで言うとこのフリースタイルで、別に今でもさ、うん、US のフリースタイルとかって完全即興もあるし、うん、ちょっとネタ、そうそう、ね、自分で作ってきたやつもあるし、うんうん、まあそこまでが本当はフリースタイルなの、うんうん、全部、だからまあそういう感じだったけど、当時はだから本当に完全即興ができるやつは初めは誰もいなかったんだよ。でも確かにあのスタジオで練習してるのはすごい聞いたことある、うんうん、俺だってさ、うん、あの当時ねマイクロフォンページャーのマサオってやつとね、うん、バトルをしたことがある、うん、まあお互いちょっとお互いっていうか、まあ向こうがちょっとあの勘違いっていうか他の人から勘違いの情報を聞いてて、うん、キングギドラはマイクロフォンページャーをディスってるらしいっていう、うん、全然そんなことないんだけど、うん、そういう話がなんていうのかな、伝言ゲームでそうなってたらしくて、で俺はあの初めて紹介された、ケンモリ紹介された時にもうなんかおーっつって初めましてみたいな感じで、そしたらなんかケンモリがちょっと二人ともなんかラップしたらみたいな、うん、言うからなんかあのイノベーダーの車に乗って六本木を一周しながらこうお互いでインストかけてラップしたんだけど、俺はまだ普通になんか自分の持ちネタをこうやったわけよ、うんうんうん、そしたらそこにさマサオはさすっげえ勢いで好戦的な、うん、ことを言ってくるんだけど、陰踏んでないんだよ。あーなるほど、うんうん、これは何なんだ。ちょっと待ってよ、これは今何なんだ。俺今これ直接的にディスられてるのみたいな、あこれもしかしてバトルなのみたいな、うんうんうん、えフリースタイルのバトルになってんのみたいな、うん、いやこれ返さなきゃと思って、うん、でも俺は陰踏みたいから返したんだけど、うんうん、4小節ぐらいでそれ以上陰が踏めなかったの、即興だから、はいはい、悔しくて、うん、なんだみたいになって、でまあ次の日もねまた同じとこ行ったら会ってさ、でまたその次ももう一回やろうぜみたいになったんだけど、まあ当時ほんとそんな感じだから、ちゃんと MC バトルが即興でできるような時代じゃなかった。ペスカタリアンと伺ったんですけれども、そのきっかけとかはあるんですか。私自身胃腸がすごく弱くて。ああそうなんですね。そうなんです、弱すぎて人間ドックに行ったらもう胃の粘膜がほとんどない状態、あのこのまま進行すると胃がんのステージ1ですよっていう状態なんですよ常に。そうだったんですね。そうなんです、そうなんです。だからこう負担をかけないようにするにはというところ、まあ飲酒もしますし、まあ、胃腸にとってストレスを日々与え続けてるじゃないですか。じゃあ一番自分の選択で一番毎日取り組めることって何だろうとか思ってる時に、私はフェスカタリアの存在を知っていたので、プラス私は慢性便秘、あの下剤と友達の生活を何年もしていて、もう十何歳からやってますね。もう自分が便秘だってことをもう認めていたし、でも改善しようとはしなかったので、その人間ドックをきっかけに、あこれは少しでも生活の環境を改善をするべきだなと思って、ペスカタリアンに取り組み始めたことがきっかけです。お肉を食べないっていう選択肢をまず第一にする。だしなどはすごいあのいただくんですけれども、だしは大丈夫なんですね。精肉だけっていうところなんですよ、うん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 、やっぱりこう消化器官に負担をかけるものだけなので、うんうんうん、そうだしは OK としていて、うんうんうん、精肉だけを食べない、胃腸のため、うんうんうん、健康のため。なるほど、そこがすごく大きかったですね。やっぱりそれをしたことによってすぐ効果は現れて、うんうん、下剤は全く飲まなくなりました。一切一切、あと毎日同じ時間に便意が訪れます。おすごい変わるんですよ。すごいですね。めちゃくちゃ変わります。そんなにこう衝撃的でした。独
立してからこうアンエンユリに至ったきっかけっていうのはあるんですか？それがそんなにちゃんとはなくてなんかかしこまった感じでアンエンユリとして何十年も一緒にもう頑張ろうねみたいな感じじゃなかったんだよ ね、 確かに。それぞれの人生の選択肢を選ばなきゃいけないってなった時に考えてたことが似てたから、好きなこととか、うん、好きなものとかも似てることとかが多かったし、毎日一緒にいたからで仲も良かったし、うんうん、なんかやってみるみたいな感じ。どっちからとかあるんですか？どっちから、どっちからだったかな、覚えてない。超自然で、自然だったよね。なんでこのきっかけって言われるとすごい難しいんだけど、なんかでもすごい2人でほぼ毎日一緒にいたじゃないですか、当時。真面目な話なんて将来の話とかをすごいすることが多くて、あれやりたいよね、これやりたいよね、ああいうのはやだよねとかいう話をしてるうちに自然とやるみたいな感じになってたよね。そうだね、もう本当に仲良しでもう気が合うっていうような感じで、ね、本当にノリな感じはあるよね。確かに、なんかこんなアンエンユリみたいにこういうところにそれで呼ばれたりとかするのもびっくり、びっくりだよね。その時は活動してる時からなんかアンエンユリって言ってこうちょっとコンビ名みたいなのを勝手になんかつけてたんだよね。ファンの子とかも分かりやすいし、その時そういうのでちょっと何年かなんかやってる名前があるからじゃあそれでいっかみたいな感じでチャンネル名つけたのがこんな風になんか2人でこうやって呼んでもらえたりとか、アンエンユリですかみたいな感じで言われるのも思ってはなくて、思ってない、思ってない。何年前か、3年、あの首相官邸で当時安倍総理の前で、うん、プレイされてますよね。2019年かな。2019ですか、あれ。確か。あれはどういった経緯でやることになったんですか。あれは本当は2020にオリンピックあるはずだったでしょ、はい、それで日本にジャマイカの首相が来た時に、はい、リクエストでマイティクラウンをなんか招待 してくれないかみたいなことを言ったんじゃないかっていう、うん、それで外務省からいきなり事務所電話かかってきて、外務省から電話かかってくる、なかなかないよね、外務省からかかってくるって。なんかちょっと詐欺じゃねえかとか、うん、あれなんか俺らなんか悪いことしちゃったかなみたいないや、そうなりますよね、うん、なんか来るからそのプレイをしてくれって言われて、何プレイ、はい、食事会でなんかプレイしてくれって言われて、はい、まあ、やっぱさ政治的なことになるといろんな意見があるわけで、はい、やっぱり、はい、で安倍さんが好きな人もいれば嫌いな人も当然いるわけであって、はい、でこれはまあなんか両国のトップが集まる中でのあれだから、もうこれは行くっしょみたいになって、うん、で、あ、もう即決だったんですよ、もう最初考えた、みたいな、うん、いや、でも、多分そうっすね、ジャマイカの首相がさ、そうっすね、来るからなんか違うやつが代表で行かれんだったら、うん、俺らでしょっていうふうにも思ってたし、はいはい、でもなんか立食パーティー多分100人200人ぐらいいるような感じだと思ったの、行ったらもうガチの10人ぐらいしかいない日本サイドとジャマイカサイドっていう、はいはい、なぜか俺らジャマイカサイドに座ってんだよね、あ、そうなんですねそう、どう考えても浮いてるじゃん俺と、あの、いや僕だから最初なんか、うん、その写真見た時に俺合成写真だと思ったんですよ、みんな言ってた、はい、スーツ着てたじゃないですか、そう、あれ合成でしょあれスーツとかも言われるんですか、スーツでお願いしますみたいな、一応何清掃でって言われたんだよねそう、あ、もうどういう格好とは言わないですけど、清掃で、清掃、結果まあそこでプレーしてくれってなったんだけど、はい、で飯食ってる時にまあ安倍さんが立って紹介した時に、じゃあマイティガーの方々どうぞとかいきなり安倍さんに言われて、え、どうぞってこのタイミングでいきなりプレーするのかよとか思って、そんな感じなんですか、そんな感じで外務省に言われてたのが、 MC する時には一切英語は使わないでくださいって言われた、え、日本語だけ、分からないんで日本の人たちが、でもこれさジャマイカの人たちにおもてなしするんじゃないのと思って、そうですよね、そんな俺のシカトじゃん、もうえ最初日本語で一応こう言いながら、はい、もうすぐ英語でパトワで、ちょっと何みたいな感じだけど、パトワで言ったらやっぱジャマイカサイドはもうこう分かってるねみたいな感じになって、でこう曲かけながら、もう最初のね2曲3曲4曲もう今までやったいろんなイベントとかそういうプレイの営業というか中で一番長いと思った10分で地蔵みたいなんだ、みんな動かなくて、やっててみんなこうしてるってことですよね、そう、はい、でジャマイカはちょっとずつこう
ちょっとこう揺れてんねん、ちょっとずつ。でもまあ座って、でも座ってこういう感じ。はい、ちょっとダンスホールのこうトーストっていうコフィーっていうアーティストがいて、はい、グラミー取った。その時すっごい流行ってた曲で、はい、まあまさしくほら日本とジャマイカのこう友好みたいなさ、はい、感じで、まあトースト乾杯っていう意味で、はい、やっぱ一番その曲いいかなって、バーンかけた瞬間にジャマイカの人バチ立ち上がって踊りながら。来るんだ、ノリノリでこう、はい、俺もこう MC しながら「お来たぞ来たぞ」って言いながら、したらやっぱその阿部さんバーンって負けじと立って、はあ、踊りながら来るんだ。へえ、お互い踊ってるんでね、そのもう俺ら踊らしちゃってるみたいな感じ。完全にそんなサウンドいないですよ。いや、なかなかで、聞いたら前もちょっとこの首相官邸で今までこうライブとかプレイした人いますか、 DJ とかもし、はい、誰もいないっつって、え、俺ら初みたいな。演歌の人がちょっとアカペラで歌ったとこあったらしいんだけど、はい、すごいこうなんか喜ばれて、すごい本当ありがとうみたいな感じで、はい、なんか本当ジャマイカと日本をこうすごいなんかつなげてくれてみたいな、はい、なんかすげえ褒められてるな、なんか領収書から褒められてるみたいな。はい、個性や自由ではみ出していく新しい学校のリーダーズのリンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。なんか不思議、リンちゃんとこの距離感が。実はね、普段からすごく仲良くさせてもらっていて、プライベートでも普通にご飯食べに行くような仲だったりするので、うん、今日は嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございま す。私がインタビュアーなんてもう本当に頑張ります。じゃあどんどんリンちゃんの質問をしていきたいと思うんですけど、はい、まず新しい学校のリーダーズとして活動を始めたきっかけと、はい、ダンスとかもね昔からやられてると思うんだけど、うん、そういうところを掘っていけたらなって思います。はい、まず新しい学校のリーダーズとしては結成のきっかけは、交差点でそれぞれが4方向からこう歩いてきて4人が集まって、私たちもう時代作っていかないっていう、小指をつないだっていう設定で、8年ほど前からやらせていただいていて、で私個人のそのダンスとかのきっかけは、小さい頃というよりもお腹の中にいた時に、父がヒップホップすごい大好きで、ヒップホップがもうずっと流れてる環境で育ったので、生まれてもヒップホップ、だから大人になったら聴く音楽ってヒップホップなんだと思ってて、ちっちゃい頃大人の聴く音楽はヒップホップっていう英才教育を、お父さんがそればっか聴いてるから受けながら育ってきて、だからあのジブラさんがここでインタビューされてたのとかも見たから、うん、なんか同じ席でインタビューを受けていると思ってちょっとドキドキしてます。海外デビューから今国内ですごいね、うん、リーダーズ話題沸騰中だと思うんですけど、それに至るまでの経緯とかってどんな、うん、ずっと私たち日本国内でしかもう本当に活動してなくて、うん、日本の中でもまだまだ無名な状態でずっとやってたので、うん、もうとにかくいろんなライブ会場でライブしまくってっていうのを続けてた中で、ある時その恋ゲバっていう曲をパフォーマンスしたのを見てくださってた女性が、うん、あなたたち海外行ったことないのって言ってくれて、いやないですみたいな、そんな海外なんて全然みたいな感じ、いや絶対行った方がいいよって言ってくださって、その女性が今のその所属してる88 Rising の代表のショーン宮代に、この子たち行けてないって動画を見せてくれて、いいね、やろうって感じで88 Rising が決まって、すごい。でそれがちょうどコロナ禍のタイミングだったから、アメリカに行けないし、初めてショーンと会話をしたのも Zoom の中でだったし、へー、なんか私たちって本当に海外デビューするのかなみたいな感じでずっといて、うん、でもその数ヶ月後、1年後とかにようやくアメリカに自分たちの足で行くことができて、うん、ショーンにも挨拶して楽曲も作って、うん、ようやくその海外
に足を踏み入れたんだなっていう実感がだんだんと湧いてきてるなって感じで、ライブをきっかけに世界が変わったというか、TikTok だったり SNS とかで海外のファンの方のコメントとかはすごくよくいただいてて、でもコメントって実際どのぐらいリアルなのかってあんまり体感的には感じれないものだから、本当にライブ会場に私たちのファンはいるのかとか思ったりとかしながら、去年の夏にアメリカで初めてワンマンライブをしたりとかもして、その時ももうお客さん満員で、もうすごい AC って新しい学校って言ってすごい盛り上がってくれてる、もうパンパンに入ったお客さんたちがいっぱいいて、あ、これが本当にあるんだって思ったら、もっともっといろんな世界に飛び立ちたいと思ったし、アメリカだけじゃなくてフィリピンとインドネシアも去年行ったんだけど、もっといろんな世界に行きたいなって思いました。ヒップホップ好きっていうこともお伺いしてたんですけれども、なんかどういった経緯でコラボレーションしたりとか、どんな実績があるみたいなこととかお伺いできますか？クラブでいろんな DJ の音とかライブ、ラッパーのライブとかを見ることがすごい好きなので、そこで仲良くなった方々に、書道の文字を提供させていただくっていうことが結構多いです。で、一番最初はウルトラバイブっていう日本語ラップを主に取り扱っている流通会社にメールして、私書道家で、しかもなんか日本語のヒップホップすごい好きだから、書道と日本語ラップってすごい合うと思うんだよねみたいな、大事とか書けるアーティストいらっしゃったらよろしくお願いしますみたいな感じのメールを送って、書かせていただいたっていうのが一番最初です。自らメールを送って、そうですね、っていう感じなんですね。はい、19歳の時に送って、でなんかタイトルとか書きたいなみたいなことをこうお願いしたっていうのがきっかけでした。19歳とかでメールのノリもなんか多分すごい砕けてたと思うんですけどそこに大人がちゃんと返してくれたっていうのがなんかすごいでかくて、自分の中で、自分でもこういうチャンスつかめるんだって自信にもなったし、それが完全に一歩目なんで未だにありがたいなと思ってます。エイビチさんとかは本当めちゃくちゃ大好きだし、メールが来て書かせていただけるってことになった時、2020年の1月発売のクジャクってアルバムの題字を書かせていただいたんですけど、その時は本当に飛び跳ねて、もう家で一人で飛び跳ねて喜んで返事するみたいな感じで嬉しかったです。あとは DJ クラッシュさんの時とかも、もうレジェンドすぎる、もう大御所すぎるし、普通になんかも国宝みたいな感じだし、なんかそういった方に書かせていただけるのが自分なんかでいいのみたいな気持ちで、すっごい緊張した記憶がありますね。でもこう自らこうメールしたことがきっかけで、トントン拍子でいろんな方とご一緒させていただける機会っていうのをつかみ取ったみたいな感じなんですね。そうですね、確かに、いやありがたいきっかけでした。いや素晴らしいです、はい。あ、そうだ、最初にちょっと言わせれたんでもう一回言っていいですか？あ、もちろんもちろん。ゼンダミゼンダ、こっから始まるんで。あ、そうなんだ、絶対それ始まるんだ。そっからライブとかでもさ、それ絶対にもう第一声なんだ。これは俺の第一声なんで、うん、僕はレゲエを歌うレゲエ DJ っていうレゲエ DJ 歌手をやってます。で、基本的に愛と平和とか、そういうポジティブバイブスを伝えるために活動してます。レゲエの時もちゃんと R で舌を巻くことを今気づいて、もうそこも一応やっぱジャマイカ在住歴4年なんで、日本人がさ、そのジャマイカにさ急に4年間住むってさ、ほぼほぼいないと思うんだけど、日本ですごいね、それはね。いやでももともと、もしレゲエを歌うってなったら、そのジャマイカに絶対修行に行くっていうのが、そのもともとのレゲエではもう暗黙の了解じゃないけど、そういうルールがあって、レゲエ歌うならお前一回ジャマイカにかましに行ってこいよみたいなのが昔からあって、はいはいはい。で、俺はもともとすごいレゲエ好きだったから、もう18歳の頃から住んでるって感じ。なんかそれなんかカルチャーに対してのなんかリスペクトっていうのを感じるし、日本ってさ、別に日本語ラップってジャンルがあるぐらいさ、今、日本でもラッパーがいっぱいいると思うんだけどさ、実際にその聖地のさ、アメリカに行って4年間住んで、いろんなその文化吸収してっていうことはしないわけじゃん。確かに。そこでなんかリスペクトを持ってさ、実際ジャマイカに行ってさ、修行するってさ、結構俺的にはすごいと思うし、勇気もあるし、
やっぱレゲエだと思う。やばレゲエが好きだから。そうだね、はい。ラップを始めたきっかけを教えてください。俺高校生の時アメリカ住んでた、1年だけ。あ、そうなんだ。そう、ニュージャージーところに。もともと俺ラップ始める前はパンクとかロックがずっと好きで、中学生の時にそういうバンドをちょっとだけやってた、ほんと 2,3 ヶ月ぐらいで、そこで、まあ、音楽に触れてて、で、まあ、中学卒業したと同時にアメリカに行ったわけ。まあ、そのアメリカのローカルのハイスクールに入った時に友達全然いなくて、マジで。その、そうそう、で、日本語しか喋れないし、英語も喋れないっていうタイミングで、ほんと奇跡が起きて、たまたま日本のカルチャーを知りたいっていう子たちが、まあ、先輩だけど、うん、なんかクラブみたいなのを作ってた。で、日本クラブみたいな。そう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 。で、俺はまあ日本語しか喋れない、英語を知りたくて、あっちは英語しか喋れなくて日本語を知りたいっていう奴らで、たまたま合致したの。へえみたいな、よろしくみたいな。で、ご飯とか食べてる時に、あのさみたいな、そう、日本の音楽教えてよみたいな。で、その時に俺が持ってた持ち曲は日本のパンクだったりとか、そういうのしかない。で、それを教えると、あっちがそういうアメリカのヒップホップとか、そういう、まあ、アメリカのそういうロックとかをずっとそのお昼ご飯食いながらみんなでシェアしてるみたいな環境があって、当時聴いてたそのパンクの曲ってある？日本の紹介した曲みたいな。やっぱワンオクロックとかがアメリカで聴かせても、やっぱバコン、こいつらやばくねみたいになってたし、英語喋れるしね。そうそうそう、逆にその向こうが紹介してきた曲っていうのはどうだったの？なんだっけな、全然覚えてない。8年前だよね、うん、8年前か。全然覚えてない、うん、結構なんかローカルな感じ、もうちょいアングラな感じのとかあった気がして。ニュージャージーの、うん、それめちゃめちゃ気になるな。ニュージャージーのヤバいラッパーがいたんだ。でも全然分かんなかったけどね、その時は。あ、で、まあ、日本のね先輩とかがまだ連絡とか取ってるから、その時ちょうどさ、高校生のさ、ラップ選手権みたいなのが流行ってたんだよ。それをまあ日本にいる先輩たちが、まあ、お前これ見た方がいいよみたいな。だからこっちでアメリカ人からそのヒップホップを教えてもらってんのと同時に、日本からはその今ブームになってるフリースタイルだって、そういう MC バトル、高校生たちがやってるカルチャーみたいなのめっちゃ教えてもらってて、で、まあ、帰ってきたと同時にもうラップしたいわってどうしてもなってて、うん、もうそういうのを見すぎちゃってたっていうのもあったから、で、そこでもう日本帰ってきたと同時に、その時に地元の先輩たちと、暇だからもうフリースタイルしないみたいな、うん、なって、そっから僕はラップ人生始まりました。ダンスもあったと思うんですけど、こう勝利はどうやって振り考えたの？アシュリーがまず、うん、ダンスやったことあるのってまず聞いて、うん、ないの、うん、なら、マジないないのよって言われて、じゃあまず一緒にスタジオ入ろっかみたいな話になって、でもなんかいつもあの曲とか聴いてる時の乗り方は、うん、いや、いけるんちゃうかなみたいな、うん、って結構思ってて、割と多分結構すぐ飲み込みは早い方なんかなって思って、うん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 、でスタジオ入って、うんうん、基礎練からまずシュッカーって、はい、みたいな感じで、しっかりやって、アップダウンからしっかりやって、それに足つけ出してみたいなところからやって、で割と全然ついてこれてて、最初は全体のダンスで考えてたんですけど、うん、でもなんか自分の中であんましっくり来なくて、自分そのダンスとか何も触れてない人の考えとか取り入れるのを結構、うん、割とやるんですよ。あ、なんかちょっとフレッシュなね、そうです、感じね。一緒にやろうみたいな感じで、うんうん、一緒に作って、それがでも結構すぐ終わったよね。うん、勝利の教え方うまいから、うんうんうん、あとそのこれだったらどんな感じ、うんうんうん、とかこっちに聞いてくるから、うんうんうん、あんまり覚えるっていうよりも頭に入っちゃってるみたいな、うんうん、それはあるかも。出してるからね、何回も練習して覚えるっていうより、うんうん、結構アイディアその聞いてくるから、うんうんうん、あ、こんじゃ感じじゃないっつったら、こっちはもう結構適当にやってんだけど、それが振りになってて、そうそうそう、それでも楽しいよね。だから結構足に出してくれたんですよ、アイディア。だから多分 MV 出てると思うんですけど、うん、それの MV の振り付け結構アシュリーのアイディアが多いです、うんうんうん、アイディア、はい、いっぱい盛りだくさん、いっぱいですよ。もうほぼアシュリーの振り付けです。もうアシュリーのアシュリーアイディア。タトゥーの意味なんかある？なんかこれぞっていうのある、まあ、全部あると思うんだけどね。そうですね、結構お気に入りは、お気に入りは首の竜ですかね、うんうん、こいつはもう竜ドラゴン結構好きで、こいつ結構痛かったけどめっちゃ好きですね。首、自分の仕事道具通貨付き合っていくやつなんで、うん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 、
こに一番パワー入れて、あ、タコライスね、ね、タコライスなんですけど、まあ沖縄って言ったよね。そうですね、これどうやって入れたのとか忘れてたんですけど、うん、本当に3日前ぐらい4日前ぐらいに母親が急に最近話してきて、うん、お前そういえばみたいな、誰かと話した時か、うん、これ入れた理由覚えてるかって言われて、うん、どんな感じだったっけみたいな、なんかお母になんか言われたか言ったかの気がするけどみたいな、うん、お前これお母がタトゥーがだんだん増えてきてたから、うん、それを見てもうこれ以上は頼むから増やすなって言われて、うんうんうん、俺多分分かったって言ったらしくて、うん、そしたらその1週間後にツイッターか SNS の何かで新しいニュータトゥーとか言って俺上げてたらしくてこれそう、それで多分ブチ切れて連絡来てお前待っとけみたいな、舐めてんのか私のことみたいな言ったよなみたいな言われて、そしたら 俺は本命だったって言いたいんですけど、うんうん、俺の切り返しがいやちょっと待って落ち着いてよか って、うん、俺お母のタコライス一番好きさって言ってだから入れたんだよって言ったらそうお母もお母で何も言わないで、そっかいやもうこれ以上はあんまり増やすなよって言われたのをあの思い出させられたんで、あの言っときます、思い出のタコライス思い出のタコライスタコライスです、はいですね、トゥーフーズさんから、うん、このエバーチキンナゲットをね、うんうんうん、いただきましたので、うんうん、早々食べてみたいなと思うんですけど、はい、結構あのヒップホップ界隈で噂の、はい、噂の小太郎はあの、まあ、ナンバーワンぐらいの偏食って聞いたんです、うん、はい、何が食べ、まあ、好きなのか一回言ってみる。あ、そうですね、まあ、うん、ざっくりで言うと、うん、ご飯、うん、麺、うん、肉のみです、うん、ちょっと待ってえ、ちょっとのみのみです。まあでも、うん、まあなんとなくは生きていけそうだよね、うん、あ、そうそう、ギリギリギリねギリギリね、うん、めっちゃデブいかめっちゃガリガリなんですよずっと中途半端がないんですよ。そう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 、え、でも、うん、肉は、うん、チキン、チキン、牛、豚で、脂身とかはもうほぼ無理、ホルモンとかも無理っす。いやだからさ、まあ、健康っちゃ健康なんだよね、うん、まあ、ある意味ね、多分そうっす。味じゃないんですよ、僕の嫌いなものって。まあ味で嫌いなものも中にあるんすけど、うん、大部分は全部食感で。これ新しくない？なかなか周りにはいないっす、みんな味が無理っすね。ちなみに、うん、ソースのね、うん、味は、はいはいはい、チーズ、黄色がチーズ、チーズね、うん、ガーリック、ピンクがガーリック、レモン、タルタル、あー無理っすね、もうレモンって出てきてもきついっすね。レモンダメ、無理っす、酸味無理っす。酸味ダメか、そう、酸味全部無理っす。え、野菜は？野菜は全部無理っす。もう全部無理なの、ね、果物も全部無理っす。え、全部？全部です。風邪ひいた時にリンゴとか出てくるじゃん。風邪ひいた時も肉と麺とご飯です。え、どういうことだから今日ちょっと軽めに食いたいなって時、ただ量が減るだけなんですよあとだから、まあ例えばチキンで言ったら、うん、めっちゃ食いたい時は、まあ、例えば照り焼きにしたりとか、そういう食い方するじゃないですか。じゃなくて、うん、もうほんま塩コショウだけで食う。え、それが俺の中で軽いなんですよ。だから軽く食いたいで野菜サラダだけ食べるとかができないんで、うん、胃の調子が悪かったらずっと悪いっす。え、野菜は食べたことあるの？あるっす、あって無理っす。食感？食感っす。これでちょっとインタビュー今日なくていいんじゃないこの話2時間ぐらいします。全然いいっすよ、一個一個食材見ていきますいや本当に、ね、え、まあ、とりあえずこれ食べてみよう、ね、そうっすね。ちょっと僕じゃあガーリック気になるっすね。え、ピンクっすね。ガーリックはいけんのね。いけるはずっす。まずこれが怖いな。でも行ってみなよ。匂いはナゲットなんですよね。いただきます、いただきます。待って、俺今日無理ないかもしらんどうなってるんですね。待って、食えるぞ。ん、おもろいやん。わからん、全然わからん。いや、いけるでしょ。あ、ちょっと立ち向かって、あ、いけるかもしらん。頑張ろうでもほんま、俺マジで普段は噛んだ瞬間に胃液ごと出るんですよ。出ちゃうなって。そうで、今一瞬ちょっと、あ、やばいってなったんすけど、ちょっと待ったらいけたっす。うん、うん、もう一口いきましょうか。いけるかもしらん。え、ソースじゃないの？ソースはめっちゃ、あ、いけるな、いけました全然わからへん、自分のことがわからへんなんか、ね、構えちゃってるからね、うん、そうそうそう、うんうん、確かに確かに、うん、うまい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 、食える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 